はい、よろしくお願いします。今回は中学1年生の英語一般動詞4書き換え編をお送りします。で、今回も単語4つ、それとまあ問題を含めて全部で10問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まずポイントの単語の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ではでは、まあ、このね、一般動詞シリーズずっとやってきて、まあ、単語ね、ちょこちょこ紹介してるんですが、今回も4つ紹介していきます。ぜひね、覚えてください。まず1個目がリブです。読み方はリブで、リブは意味が住むです。住む。あとは住んでいるって意味もあるんですけど、まあ似てるんでね、今回は住むで書かせてもらいます。で、次が teach です。これ teach で、 teach は教えるです。 teach で教える。で、次が read です。 read で、 read は読む、まあ本とかを読むってやつですね。で、最後は write です。あえて write って読むんですけど、これで書くという意味になります。いいかな。今回この4つ一般動詞ね、紹介しました。ここでもうね、みんな19個やってますんで、まあ、ここまでね、ぜひ確認しておいてください。で、今回ですね、ちょっと余談が入ります。よかったらね、結構役立つ情報なんで覚えてもらえたらと思うんですけど、今動詞でいろいろやってきましたよね。で、例えばこの teach ってあるじゃないですか。で、 teach 今やってる教えるなんですけど、これの後ろに英語で er をくっつけます。こうやって、これ teacher ってなります。 teacher、 まあみんな意味ね、ピンとくるかもしれないんですけど、これ先生ですね。ここでも登場します。 teacher、先生。この er なんですけど、これ人を表すですよ。マークとしては絶対ではないんですよ。絶対ではないんですけど、その動詞に er をくっつけると、それをする人を表します。つまり教える人なんで、教師なんです、 teacher 意味は。で、他も行くと、例えばね、これも行けて read、 読むですよね。で、それに er をくっつけます。まああんま使う単語ではないんですけど、 readerと言って、これで読む人、まあ、読み手とかね、読者とか、そういった意味になります。読む人でね。で、ライトも同じです。ライト。で、ここに er をくっつけると、er って e がダブってしまうので、これは r だけをくっつけます。もう e があると思って、その判断でいきましょう。ライターですね。ライター。まあ、日本語でライターっていう仕事もね、ありますけど、まあ、書く人です。書き手ですね。だから書く人を表す、ライター。で、まあ、リーダーとライターはちょっとね、マニアックなんですけど、よく出てくるんだったら、プレイってありますよね。まあ、楽器を弾くとか、スポーツをするとかで使うんですけど、プレイに er がくっつくと、プレイヤーですね。まあ、選手って意味になります。スポーツをする、する人だから選手ね。で、あとは、まあ、これもちょっとマニアックなんですけど、以前ね、みんなが覚えてもらった speak、 これ話すですね。だからそれに er をくっつけると speaker、 これは音楽聴くときのスピーカーって意味も持ってるんですけど、喋る人、話してとかいう意味にもなります。だからその動詞に er がくっつくと、それを表す人になるので、ぜひ覚えておいてください。 teacher とか player めっちゃ出てくるからね。いいかな。で、これはね、別に覚えなくてもいいんだけど、さっき leader ってありましたよね。 leader、日本語でさ、リーダーって言うと、なんかこう、なんだ、チームのリーダーみたいな意味になりそうでしょ。で、そのリーダーはこれじゃなくって、最初が、L になると、R がね、L になるとそのリーダーになります。いいかな。で、その、このリードの方も、この動詞はね、ほぼ、中学では使わないですけど、これ、導くとかいう意味があります。だから、導く人なんで、リーダーなんです。いいかな。まあ、すごいね、マニアックな情報入ってるけど。ひとまず、動詞にね、er くっつくと、人、そのね、する人に表すことができる、その名詞になるっていうのが、ルールがありますんで、ぜひね、覚えておいてください。じゃあ、すげえね、前置き長くなって申し訳なかったんですが、今回は書き換えの問題やっていきます。おそらくみんなの学校のワークとか、本屋さんで買ったね、ワークなんかには出てくると思うんですけど、今、I study English ってあります。これを否定文に書き換えていきます。
で、次回の動画がまとめテスト、あれはね、確認テストやっていこうと思うんですけど、その前にこのね、書き換えっていうのは、今までの知識をね、ちゃんと頭の中で整理できてるかの確認がしやすいんで、今回この動画を撮らせてもらいました。では行きましょう。否定文にしたいんです。で、大事なことは、B 動詞なの？一般動詞なの？って、ここが大事なわけ。で、今、I study English。study、勉強するです。これの文だったら、私は英語を勉強するという意味になります。で、study が一般動詞なんで、一般動詞を使った否定文、どうするって言ったら、I。で、その一般動詞の、待ってね、ペンが。前に、ドンと入れればよかったんだよね。まあもちろん do not 短縮してないのでも構わないんですが、まあ、短縮してる方が個人的にはかっこいいと思ってるのでこれでいきます。で、あとはそのまんま。で、忘れずにピリオド。I don't study English。で、することで私は英語を勉強しませんってね。絶対言っちゃダメだけどね。そう、困っちゃうけど。っていう意味になります。ごめん。意味になります。で、次です。I am tired.多分、タイヤとは動画で初めてかな。これ、疲れてって意味があります。疲れてっていう。だから、私は、I am でほにゃららですだよね。私は疲れてますって意味になります。I am tired。私は疲れてます。疲れてんだよっていうね。で、それを否定文にしたいんですが、この文は am を使ってるので、ここですね。これ B 動詞です。さっきは study が一般動詞だったんで、don't を使いました。でも、B 動詞を否定文にしたかったら、これ短縮してもいいんですけど、I'm ってね。ちょっと、ここが短縮してないんで、このままいきます。I am not. で、そのまんま。tired. 忘れずに period. I am not tired. で、やれば、私は疲れてないよって。疲れてませんっていう否定文に変えることができます。これが一般動詞の否定文。そして、B 動詞を使った時の否定文。いいね。これが作り方です。では次です。You are from Japan. You are from Japan. あなたは、from は出身ね。日本出身ですです。あ、君は日本出身ですって。まあね、お前に言われたくねえよっていう話なんですけど。じゃあこれを疑問文に、質問する文に変えていきましょう。でも、疑問文の時も大事なのは、一般動詞なの？ B 動詞なの？どっちなの？っていうのは大事。で、今使ってるのは、ああ。つまり B 動詞です。B 動詞を使ってる時の疑問文は B 動詞を前に出してくるだけです。だから、are が先に行きます。are。で、are you? あとは同じです。from Japan。で、疑問文なんで忘れずにクエスチョンマークで終わる。are you from Japan? って言えば、あなたは日本出身ですか？っていう疑問文に変えることができます。いいね。では次の疑問文です。You eat fish. You eat fish. Eat. これの意味は食べるです。食べる。一般動詞です。食べるだからね。つまりあなたは魚を食べる。フィッシュ魚です。魚を食べるという意味になる。じゃあこれを質問する疑問文に変えたい。B 動詞だったら前に出すだけで OK だった。じゃあ疑問文 eat を前に出すってそれはできないので、じゃあ do を前に出しましょうと、出すというか書きましょうと。つまり do から始めます。で、あとは同じ do you eat fish で忘れずにクエスチョンマーク do you eat fish ってやれば、一般動詞を使った疑問文が、ね、こうやって完成することができます。で、一応ね、今 B 動詞の、疑問文と一般動詞の疑問文出てきたので、今回問題にはないんですけど、答え方ね、復習しておきましょう。B 動詞、Are you? って聞いたら、Yes, I am です。B 動詞で答えます。もしくは、No, I'm not。いいね。am を使って B 動詞で答える。じゃあ、do を使って、do you eat fish? って聞いた場合は、yes だったら、yes, I do です。do で答える、ちゃんとね。で、no だったら、no, I don't. do not だね。それの短縮形の do を使ってきっちり答える。っていうのをね、確認しておいてください。もしね、そこが不安だったら、1個前の動画に戻ってくれたらと思います。で、あと2問です。いきますよ。久しぶりに出た C です。もう最近 I ばっかだったからね、主語がね。C、彼女です。
She is a teacher. 彼女はさっきやった先生です。まあ、教師とかね。先生ですっていう意味。これを否定文に変えていきます。で、今使ってる、まあ、大事なのはね、B 動詞なの？一般動詞なのが大事なので、She is。B 動詞を使ってます。つまり、B 動詞の後ろに not をつければいいだけなので、She is。この後ろに not をつけて、She is not。ワンチョキ、うっす。ごめんよ。A teacher。で、最後、ピリオドですね。She is not a teacher, not a teacher. ってやれば、彼女は先生ではありませんという否定文になります。もちろんね、この部分、isn't にしてもらってももちろん構いません。短縮形のね、ここも I'm にしてもらっても OK。で、なんで今回これを入れたかっていうと、多分ね、前の動画でも、ちょっと前の動画でもね、話したんですけど、今ずっと主語が I と U なんですよ。ってやってます。で、一般動詞。の C バージョンがないんですよね、今のところ。で、これは一応自分がね、今参考にしてる教科書がちょっと先なんですよ。結構先になっちゃうんですけど、主語が C、彼女とか、he、彼はみたいになった時の一般動詞になると、またね、一般動詞の形がちょっと変わるんですよ。つまり、例えばここ、C に変えて、She eat fish ってやると、彼女は魚を食べるって言えそうなんですけど、いいと、ここの形がちょっと変わるんです。そう。だからまだ登場しないんです。今のところは。この流れで勉強してる流れだとね。そう。でも一応復習したくてね、今回入れました。まあ、B 動詞はやってるからね。で、最後です。この問題。まずね、This is a pen. This, これはです。これはペンです。という意味。This is a pen. で、これはペンです。で、今回のその指令がね、下線部を尋ねる疑問文にと書いてあります。で、この尋ね方、まあ、質問のされ方っていうのは、おそらくみんなのワークとか、その本屋さんのワークでも、学校のでもどっちでもいいんだけど、どっか探してみて、絶対ある。これ。ひょろっと出てくるから、突然。で、突然出てきて、学校とかでやらないんだよね、あんまりね。この問題のタイプ。やんないくせにテスト出されるんだよね。で、慣れておけば、割とすぐ取れるんですけど、慣れてないと何したらいいかわかんなくなっちゃって取れないみたいなことになりがちなので、もし今回、ここ、何って思った方は、ぜひこの動画を機に取れるようになっちゃってください。ね、それで3点4点取れたらさ、イエスって感じだから、俺の中でね。じゃあどうするかっていうと、ペン。これを質問したいの。下線部。この赤のね、ペンのところを尋ねる疑問文にしたいと。で、ペンって物の名前だよね。まあ、これはペンっていう物の名前だと。で、それを聞きたいから、もし、物の名前を聞きたいとか、これが何なのって聞きたかったら、今言ったように、何って聞きたいの。何って聞けば、ペンって言えるから。でも、単純に、何って聞いちゃうと、ワットになっちゃうんだよね。何ってワットだから。で、ワットって答えに書いたら、もちろん罰食らいます。そう、罰食らっちゃう。じゃあ、どうするかっていうと、今、元々の文がね、this を使ってる、これはを使ってるでしょ。だから、何って聞きたいんだけど、それにこれはをくっつけて、これは何って聞いてあげればいい。これは何ですかって聞いてあげれば、これはペンですって答えることが繋がるでしょ。この部分を聞いてる、疑問文に変えることができるので、だから、この場合は物をね、聞いてるから、what を使うんだって、何って聞きたいからね。って覚えておいてください。じゃあ、これは何ですかっていう聞き方どうするかっていうと、what は必ず文の最初です。こうやってね。で、あとはその後ろは、まあこれね、決まり文句で覚えちゃっても構わないんですけど、こうやってやって、what is this? ってやれば、これは何ですかという意味になるので、これで正解になります。だから全然違うの。こっちの問題と。そう、問題が違うのにテスト出されたりするからさ、ぜひこのタイプも対応できるようになっておいてください。で、ちなみに、もし、この部分が、元々がね、that is a pen. あれはペンですってなってたら、答えは what is that にしてください。あれは何って聞かなきゃいけないからね。いいかな。この部分を対応させて、ここを変えればいい。でも、あとは what を使うのは変わらないので、いいかな。で、今、みんなが、この段階では、what、疑問詞がね、what しか習ってません。で、この先に what 以外も出てきます。で、what 以外が出てきた時に、下線部を尋ねる疑問文っていうと、what 使うのかな？違うの使うのかな？ってなってくるんですけど、まだこの段階だったら what しか習ってないんで、まあ、物聞いてるからね、what でいけばいいやっていう風に覚えちゃってください。まあ、他の時はまだやるんでね、その時にはね。いいかな？
では今回はね、一般動詞丸四書き換え編をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。